ベーケ氏、ジェルジ、ドイツ5名、ゲオルクフォン・ベーケ氏は、ハンガリーの生物物理学者。哺乳類の聴覚器にある下牛の機能の研究で知られる。この研究によって、彼は1960年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。ベケ氏は、下牛を部分的にそのまま残した状態で死体の内耳を解剖する方法を考案した。 ストロボ写真と銀の白片をマーカーとして使って、彼は、音の刺激が来ると、規定膜が表面波のように振動することを観察することに成功した。下牛と規定膜の構造のおかげで異なった周波数の音が下牛の螺旋に沿って、規定膜上の別の場所で増幅されることが分かった。彼は、異なった周波数の音波は、下牛から大脳へと続く。 神経細胞に達するまでに部分的に消失すると結論付けた。そして彼は、下牛の螺旋に沿って並ぶ聴覚細胞が音の特定の周波数それぞれに対応しているという仮説を打ち立てた。ベッキー氏は、後に基底膜での周波数の分散の概念を取り入れた、下牛の機構のモデルを作った。ベッキー氏は、ハンガリーのブダペストで外交官の父アレクサンダー・フォン・ベケ氏と、 母、パウラの間に生まれた。彼は、ブタペスト、イスタンブール、ミュンヘン、チューリッヒの学校に通った。ベルンで科学を学び、1926年に、エトベシュロランド大学で博士号を取得した。第二次世界大戦中は、ハンガリーの郵便局で、情報通信の研究を行った。ベッケ氏は、この研究を通じて、聴覚の仕組みに興味を持つようになった。 1946年、彼はハンガリーを離れ、スウェーデンのカロリンスカ研究所に移った。1947年、彼はアメリカ合衆国に移住し、1966年までハーバード大学で勤めた。1966年にはハワイ大学の教授となり、1972年にホノルルで死亡した。ありがとうございます。